駅の改札で鎌を持った男が暴れ、現行犯逮捕されました。駅員に制止されながらも暴れる男、手には鎌を持っています。昨日午後5時半ごろ、東京の京王八王子駅で鎌を持った男が改札から押し入ろうとし、駅員に押さえられました。その後、男は警視庁に銃刀法違反で現行犯逮捕されたということです。怪我人はいませんでした。男は駅員に手に持っていた鎌を置くように指示されると、鎌を地面に落としました。男は70代で工業園芸用の鎌を所持していました。銃刀法違反の疑いで現行犯逮捕されました。怪我人はいなかったということです。